こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はポケモン GO 人気で、転売輸出にチャンス到来ということですね。ポケモングッズ、どんなのが、今まで儲かったか、今差額があるか、それについてね、3つほどちょっとピックアップしました。まず、私も欲しいんですけど、ポケモン GO プラス、手にくっつけて、ポケモン GO をね、画面見なくても、こうやってたんですけど、アイテムを受け取ったり、ポケモンと、戦ったり、画面見ずにボタンを押すだけでできるやつですね。定価が3500円です。ところがね、日本ではまだ発売にならない。9月に延期になるという、今日ニュースが出てましたけど、海外ではね、すでに手に入れてる人もいると。オーストラリアでは見たことないですけどね、売ってる人はいます。で、これが eBay だと2万円。日本のヤフオクだと7万7千円。ポケモン GO プラス。定価3500円が約22倍で売れてると。すごいですね。さすが熱いポケモン GO って感じです。で、無料のピカチュウカード。これね、カレンダーのおまけにくっついてたピカチュウカード。これ実はね、eBay で3800万で売れたという、伝説のカードなんですけど、関係者からもらったんでしょうね。お子さんにどうぞって1000枚もらったと。これ1000枚もらってもね、子供ももう1000枚もあったら見向きもしなかった。捨てようかと思ったんだけど、ポケモンカードが eBay で売れてるというのを聞いてですね、eBay に出してみた。そしたら、5万円くらいで売れて、こんな値段で売れるんかいって感じで全部売り終わったらですね、平均が1枚3万8000円。合計3800万で売れたと。捨てようと思ったカードが車と家の頭金になったというね、伝説のカードです。今値段下がってますけどね、それでも1万3000円、eBay で1万3000円で売れてます。ヤフオクだと2800円です。それから、ぬいぐるみ。ぬいぐるみというかクッションですね。金のコイキング、実物大クッション。コイキングが90センチっていう設定なんでね、90センチのクッション。これが5800円が4万円と。ヤフオクだと1万7500円。eBay だとね、4万円。もっと高く出してる人もいますけど、制約してるのは約4万円。で、もともとの定価は5800円というね、このように、結構ね、差額がついてる商品多いです。コイキングはね、もう定価で買うことは無理ですけど、他の2つはね、頑張ればタダでもらったり、ね、定価で買ったりできるんで、そういう仕入れ方ができれば非常に美味しいですね。で、今もう毎日ヤフオクで何らかのポケモン GO のね、ネガティブかポジティブか、ともかくポケモン GO のニュースはヤフーニュースのトップページで毎日載ってると。これね、海外でも一緒です。オーストラリアでもポケモン GO の、記事は出ますし、電車に乗ってもね、その辺の公園行ってもやっぱりやってる人はいます。今年のホリデーシーズン、ポケモンが熱いというのはこれはほぼ間違いない。何が何でもね、何でもかんでも儲かるというわけではないんですけど、少なくとも、儲かる商品がたくさんあることは間違いない。非常にいい機会だと思います。ポケモンで一稼ぎ、してはいかがでしょうか。今ね、アマゾン室、会員募集してますんで、ご興味あれば、メルマガ登録するなり、会員募集に申し込みなりしていただければ幸いです。以上、転売王、堀秀夫でした。